皆さんこんにちは。こんにちは、今日も藤森コーナー始めていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、今日はですね、倒産のことに関してのシリーズをしておこうと思うんですけど、今ねコロナでこういう状況で結構皆さん経営者の方大変だと思うんですよね。うん、 はい、そんな時にうちの会社ちょっともうやばいかもってちょっと感じたりとか、うん、ちょっと資金繰りがちょっと危ないかもとか感じたりとかした時、はい、うん、その時まず具体的に何を考えていったら、何を見ていったらいいですかね。見ていくことですか。見ていくことっていうか、はい、そういう時って資金繰りがちょっとショートし始めてきてます、うんうん、でじゃあ借り入れをしたいけれども、うん、まあ資金繰りがショートをしだすような状況では借り入れは多分もう難しい、難しいくなると思いますよね。うん、なるほど、うん、そうした時はじゃあまず何を、ま、そうですね、手を打つこととすれば、まあ、まず会社っていうのは、うん、まあ、どんなに赤字経営だろうが決算上赤字だろうが資金さえショートしなければ、うん、まず倒産をしないんですよ。確かに、はい、まずショートをさせないことが第一なので、うん、売上とかこう入金の入りが少ないという状況であれば、まあ、それ以上に出を止めるしかない、ね、ああなるほど、ま、なるほど。じゃあ、うん、出ていくのはもう決まっていたり固定費だったりとかがもう決まっているから、あるけど、ここでどれを少し待てるかとか、これを少し減らせるかとか、なるほどなるほど、とにかく出を止めるしかないんですね。なるほど、はい、じゃあそれをちょっと次に回せるのがないかとか、来月に行けるのがないかとか、ね、うん、とか何回かに分けさせてもらえないかとか、あ、なるほど、それでとにかくキャッシュが資金がショートしないことをまず第一に考えるんで、とにかく支出の部分でどれだけどこをどう抑えるか、うん、もう銀行であればやっぱり借り入れの返済であれば一回やっぱりリスケをするとか、うんうん、あ、はい、そういうことって銀行にお話すれば何とかしてくれるもちろん。そうですね、あ、そういうもんなんだ。それは応じないことはないと思いますね。あ、そうなんだ、はい、決まってることはこの日に支払わなければいけないとか、うん、基本はそうなんですけど、そうそう基本はそう、分かる、うん、分かるけど、はい、こういう時にはじゃあちょっとこれでお願いしたいとかそういう形でお願いすることもありってば、もちろんそうですね。あ、はい、そうなんだ、うん、なるほど、はい、そうだね、リスケをするということは結構ありますんで。あ、そうなんだ。だから金融機関、銀行対してだけでもないですよね、うんうん、一般的な支払いでもリスケができるところはやっぱりリスケをお願いすると、うん、なるほどなるほど、はい、そうだよね。そこで払っちゃったことによってその会社がね、なくなってなくなって1円も取れなくなっちゃうことが相手も困るので、ね、うん、それが困りますもんね、はい、それよりかはじゃあ待ってるよ、うん、みたいなね。そうですね、はい、あ、そうなるとある程度のところは話は応じてくれるかなと思いますんで。そうなんだ。やっぱりここで一切それを無理だ、全部を回収したいって言っても、うんうん、相手も現実的に回収ができないと思えば、うんうん、まあ、ここで無理に取りに行って、うん、全額回収できないで相手の会社が倒産をしてしまうことの方がもう元も子もなくなってしまうというふうなので、確かに確かにそうだよね、はい、うん、ああなるほど。じゃあちょっとうちの会社もやばいかもって思って、うん、まあ、ちょっと資金の調達、資金のことで問題があったら、うん、まずは入ってくる見通しがちょっと少ないかったらちょっと出す方をちょっと、ね、まずは考えていく、うんうん、とにかく言えることとしては入ってくる以上に出を出してしまえば当然資金はショートするのも当たり前のことなので、入ってくる以内に抑える、まずは。なるほどなるほど、はい、なるほど、うん、確かにね、うん、わかりました。じゃあ入っていく以内に資金を抑える、もうそうですね、そうだね、はい、他には何かありますか。資金繰りがちょっとやばいって思った時の対処策、うん、そうだな、まあ、もちろんちょっと長い目で見ればやっぱりそのね、もちろんそういう経費とかを削減、支出を削減できるところを見直すってことは、うんうんうん、まあ、当然当たり前ですけ ど, ど、ここはもう必要にはなると思うんですね。なるほどなるほど、確かに、はい、そう、私ねやっぱり資金繰りだけに限らずだけれども、経営者の方がちょっとうまくいかないときに、うん、よくお話しさせていただくときにね、やっぱり何もかもが自分のせいだとか何もかもがダメだってこう結構下向いちゃってる方が多い気がするんですよね。そうすると下向いちゃってダメだと思っちゃってるとダメなことしか見えないもんだから、その前向きにならないっていうか、うん、じゃあそこのところをこうすればいいかっていうアイデアもなかなか出てこれないことって結構あるんですね。そうですね、やっぱ見えなくなっちゃう、視野が狭くなっちゃうんで、どうしても目の前のことをこなさなきゃいけないってなってしまうので。そうなんです、そうなんですよ、うん、だからそういう時はちょっとメンタル的にことを言えばちょっと整理してみるのも大事だよね。自分の気持ちだったりとか、うん、なんかこう今何が起きてるんだろうとか、う、ね、うん、みんなね後ろ向きのことばっかりやっぱり考えちゃうんですよ、こう入ってしまうとね、うんうん、そ, う そ, うね、そんなことなかった藤田さんは。ありますよ、もちろんあります、あります、もちろんそうでしょ。そういう時はどうしたの、
どうしてたんだろうな。どうしたの。でもやっぱりまずはそのやっぱりその支払いとかをじゃあリスケとか、うん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 、何かこう資金繰りのことを考える中で、うんうん、やっぱりそこの中のまず優先順位ですよね。ああなるほどね。こことここだけは絶対に払っとかないと存続が本当にまずいっていうところに対しては何とかするしかないって考えますし、うんうんうん、だからやっぱりここはもう現実的に優先順位つけるしかないんですよ。皆さんに全部に支払いができればそれは正常な状態なのでそうじゃない時であればだから困ってるんだもんね、はい、今ね。そうじゃなければもうここはという優先順位はつけるしかない、うんうん、そうかそうか、そうだね、うん、そういうことも結構ありました。うん、そうですね。なんかねやっぱり自分経営者の人ってあんまり相談できないじゃないですか、こういう話って、うんうん、で資金繰りが大変だって話も相談できないと、はい、多分見てらっしゃる方も一人で抱えてる方すごいたくさんいると思うんだよ ね、うん、ね。だけど多分多くの経営者がそれ経験してることだと思うんだよね、うん、と思います ね、 ね、うん、そうだからなんか一人だけじゃなくて、だからって言うとオープンにしろってことじゃないんだけれども、うん、なんかみんなが経営者だからこそ悩むことだし、資金繰りのことってやっぱり一番 ね、 そうですね、切実な問題になってくると思うんだよね、うんうんうん、そうね、まあそうね、でもやっぱり資金繰りが厳しい時っていうのはもう必ずいつでも、ね、経営していれば、うんうん、訪れる時はあると思うので、ね、まあ、ただ一つ言えるのは、うん、まあ、ずっと続くことはないと思います、うん、その苦しみ、うんうんうん、一生続くわけではないので、うん、っていう、まあ、気持ちを持つことは大事かなと思いますよね、うん、そうだね、うん、本当だね、うんうん、確かにそうですね、うん、まあ、あとね、言い出すんだったらね、倒産するしかないんですけどね、もうどうしようもなくなっちゃったら ね、 、まあ、ったらね、資金繰りがどうしようもなくなったらもう倒産しか残ってないんですけど、うんうん、まあ、倒産すれば終わりですからねそう、まあ、経験者は、はい、経験者が取るんだけど、まあ、はい、その辺のところは、ね、まあ、終わりってわけじゃないですけども、うん、そこでじゃあ死ぬわけじゃないしどこですよね、うんうん、そうだね、うん、そうね、うん、まあね、実は先生倒産したことがあるので、うん、はい、ね、その辺もちょっとねまた話してもらえばいいかなと思うんですけど ね、 ね、うん、まあ、やるとこまでやってダメであればもうしょうがないって言ったらもうしょうがないですよ。そうだね、確かに、うん、じゃあ資金繰りのところだけちょっと今日はねお話ししてるとするならば、内田さんの中でも伸ばせるところは伸ばす、はい、あとなんかやってきた手みたいなのってあります？入ってくるところを何か考えるとかっていうのは、あ、もちろん考えましたよ、うん、はい、うん、やっぱり入ってくるところのじゃあやっぱり売り上げが作れる要素が何か今ここにあるのかっていうところはもちろん、うん、はい、そっちはそっちでも考える、もちろんもちろん考えますよね、うん、はい、そういう資金繰りがショートしてる時って、うん、新しい何かをやっていこうとか、うん、なんかこうそういうことも発想が必要。いや難しいと思いますよ。そうだよね、はい、難しいですし、やっぱ新しいことを何か販売とか何かでやろうってなれば、うん、そこに対する資金も必要になっちゃうんですよ。そうなんですよ。ここに回せるわけがないので、うん、確かに、うん、これはねもう現実的ではないので、うん、やっぱり今ある今目の前で自分が売り上げを作っている事業の内容に関してで、じゃあやっぱり最大限上げる方法はないか、なるほどあと最大限支出を抑える方法はないか、うんうん、ここでやっぱり改善をさせていくしかないですよね。なるほど。そうすると資金繰り困ってますっていう時にはやっぱり今の目の前の状況をちゃんと把握しながら、うんうん、売上と仕入れとのバランスをちょっと見ていきながら作っていくっていうのがやっぱり一番、うんうん、新しいことで何か売上を作ろうっていうのは資金がいること、うん、時間もかかることなので、そうだね、これはそんな簡単にはそうですよね。そういう資金繰りが大変な時にやるべきことではないかなと思います。そうだね。でちょっとこう下向いてる時って発想もちょっとね、うん、オープンな発想なかなかなりにくいからね、なかなかないですね、うん、そうね、だから下向いちゃってる人はやっぱり誰か一人でもね、うん、相談できる人にね話をしてもらうのも一つちょっと自分の中でずっと抱えちゃうとやっぱり苦しくなるから人っていうのは。そうですね。だけど社員だったりね、うん、ちょっと関係の人には言えないじゃないですか、うん、こういうことって、うん、あんまり関係なかったりとかねちょっと相談に乗ってもらえるような人を ね見つけておくといいかもしれないですね、うん、あとやっぱりまあ、大変な最中に自分が入っちゃうんですけど、うん、できるだけねちょっとでいい時でもいいんで、うん、ちょっと冷静に自分自身の今の状況をちょっと客観的に見ていく、見ておこうって思うだけでも、うん、違うよね、はい、確かに確かに、うん、やっぱりこれはすごく空回りのもがいてるだけなのか、うん、前進をしていってることなのか、ここはちょっと見極めることが必要かなと思いますよね、うん、そうだね。私も資金繰りでちょっと結構後ろ向きっていうかね、前下向いちゃってる人って、うん、なかなかその客観的に見れなくて中に入り込んじゃってるから、うん、そうですね、もう本当大変ってなっちゃってるので、ちょっと抜けて見れるような ね、 そうですね、話し方ができるといいよね。ちょっと抜けてみると、うん、パッて思ったら意外と今自分が抱えてることっていやそんな大したことじゃないなってなるかもしれないし、なるかもしれない、はい、そうだね、うんうん、まあ、逆を言ったらこれだけこんなガチャガチャなってることが冷静
線に見たらこれはもう厳しいかもと思うかもしれないですし、うん、そうだよね、うん、ちょっとまあ整理してみるっていうか ね、 うね、客観的にこう紙に書いてみるでもいいですし、うん、誰かに話聞いてみるもいいけど、うん、ちょっとこう自分の今のところからちょっと俯瞰してみるっていうのも大事だよね。大事だ、本当に大事だと思いますね、うん、そうすると結構見えてくることあるんですね、うんうんうん、あ、こここんなに悩んでることでもなかったら、ね、あ、これってここでやっちゃえば解消できちゃうじゃんってこととかも結構あるはずだと思うので、そうだね、うんうん、ね、だからなんか見てる方もね、資金繰りが本当大変な方、うん、多分たくさんいらっしゃるんだと思うんですよ ね、 そうですね、うん、なんかね、そんな形で参考になると嬉しいなと思います。ありがとうございます。はい、はい、ありました。最後までご覧くださりありがとうございました。チャンネル登録と高評価していただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。